無添加じゃないんですか。表だけ信じてました。赤ちゃんのために無添加洗剤を選ぶことはとても重要です。多くのママさんは石油から作られた合成界面活性剤や蛍光増白剤などが入っていない無添加洗剤を選びたいと考えています。しかし無添加と表記されているだけで安心してはいけません。実は各メーカーが定めた添加物が使われていなければ無添加と表記できるのです。そこで大事なのは裏面の成分表をしっかり見て何が無添加なのかを知ることです。表に無添加ってあったら、あ、無添加なんだなって無意識に認識をしてしまうので、裏面も見てちゃんと成分を確認して赤ちゃんのためと思って変えたらいいなと思います。デリケートな赤ちゃんの肌のために必ずチェックしてください。